はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバセドです。さあ本日なんですが、ブルーアイズデッキを、ね、新しく組んできたので、使っていこうというふうに思っております。このブルーアイズジェットドラゴンね、ロイヤル加工がね、私ね当たりましたんで完全に優勝しました。これは大当たりすぎる、めっちゃかっこいい、そして強い。今回このブルーアイズジェットドラゴンをなるべく活躍させていこうと思って、まあデッキを組んできたんですが、これどういう、まあ、あのモンスターかっていうと、ブルーアイズがあの存在していないと、フィールドが墓地に存在しないと1番と3番の効果は発動ができないよっていうね。で、発動しない2番の永続効果は、別にブルーアイズがいなくても大丈夫っていう効果で、このカード以外の自分のフィールドのカードが効果では破壊されないっていう、なんかすげえ耐性をね与えてくれる。まああのブラックホールとかサンダーボルトとか、なんかあの妨げられた怪獣眠りとか、ああいうのを撃たれても一応ブルーアイズドラゴンは死ぬけど他は死なないっていう、めちゃくちゃ強い耐性があるんですね。で、1番と3番もまあほんとぶち壊れてまして、このカードが手札墓地に存在していて、フィールドのカードが戦闘効果打開されたら出てこれると、墓地か手札から。で、これしかもフィールドのカードって書いてあるから、別に自分のカードじゃなくても、なんか相手のカードでもいいんですよね。相手のカードが破壊されると、急になんかジェット機飛んできて、爆弾すると、あの社長が。で、おまけについているこの戦闘を行うこいつが、戦闘を行うダメージチップ開始に、相手のフィールドのカードをバウンスできるっていう、戦闘するときになんか なぜか相手のカードをバウンスしてくる謎の効果もついていると。強すぎますね、これね。で、これブルーアイズドラゴン、ブルーアイズカードの扱いなので、あの太古の白石とかから出せるんですよ。これがバリ強いということで、今回はですね、あの新規、楽園融合と組み合わせてもらいました。楽園聖眼です。相性がいいです、非常に。なんでかっていうと、太古の白石、これ属性なんですか、そう、光ですね。光属性っていうことはアルビオンで落とせるっていうことなんですよ、楽園融合で。これあのアルバスのラグインプラス光属性モンスターで融合召喚できるモンスターなんですけども、これ光属性太古の白石をあの選択していれば、あの墓地に、ブルーアイズ、あ墓地でも、エンドフェイズに墓地の太古の白石効果でブルーアイズモンスターを、まあ、エンドフェイズに出せると、まあ、もちろんさっきのジェットも出せますし、まあ、ブルーアイズとか、まあディープオブライズも出せると。でさらにミラージェイドも出ます、あのアルビオンから経由するんで、もちろん。でさらに、ブルーアイズタイラントドラゴン持ってます。これブルーアイズホワイトドラゴンプラスドラゴン族モンスターっていうことで、あのブルーアイズタイラントドラゴンの素材であるブルーアイズをアルビオンで落とせば、あの単純にそのブルーアイズホワイトドラゴンプラス、アルバスの楽園、これあのドラゴンなんですよこれ。なので出ます、このタイラントは。ということで、まあ、非常に相性がいいです、この、モンスターは、楽園融合は。でまあそのギミックを今回プラスしてきたのと、まあ、今まで通りね、ハリファイバーの展開をして、あのバロネスを相手ランに出すっていうギミックは一応、まあ、あのそのまんまにして、楽園融合をもできるみたいな感じのデッキにしてきました。楽園融合 をね打つターン、あの開幕とか楽園融合を打つターンは融合モンスターしか出せないっていう制約があるんですよ。なので、まあ、そのパターンの時はシンクロとかリンクとかできないので融合で戦っていくことになるんですけども、まあ、シンプルにやっぱミラジェイドが強いからなんとかなるかなっていう。今までね、聖眼ってやっぱりその結局ハリファイバー頼みみたいなとこあって、ハリファイバーからバロネス出して、でまあ太古の白石でいっぱいねモンスター出てくるみたいなね感じの動きだったんですけども、まあこれをしてもいいんだけど、これ以外にも楽園融合が追加されて、楽園融合でミラジェード出しながら、まあ、聖眼モンスターが出せるよっていうギミックが追加されたんで、非常にお手軽な一番勝利になりました、これが。はい、というわけで今回は楽園開幕と楽園融合、それからアルベルが入ってるっていう感じですね。で、新規でもう一枚追加されてるこいつがいて、このロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの、独裁者ってやつ、これがね結構強いんだよね。これ手札デッキから聖眼をなんか墓地にコストで送ってから特殊召喚できるっていうのがすげえ強くあって、まあ、これでしかもなんか制約がかかんないからさ、展開に。なので、まあ、独裁者特殊召喚してから独裁者となんかエンシェントでハリファイバーしたりとか、まあ単純にブルーアイズ墓地に落ちてると太古の白石でジェットを特殊召喚した時にジェットの効果が起動できたりするんで、なかなか強いということですね。はい、で一応大好きな、カオスマックスのギミックはとディープブルーアイズは積んでいて、まあ白切れるとか入れてるわけなかったので抜きましたけども、まあ、割とね戦えるようにはなってるかなというふうに思いますんで、ちょっと早速ですね、この楽園融合入り、ブルーアイズのパワーをね見せていきましょう。うん、今まではなんかティア8億とかだったけど、聖眼ってティア100くらいまでいったんじゃないこれで。はい、デュエルスタンバイ。おー、悪くはないので、とりあえず開幕スタンバイフェーズしか、これ
エフェクトベーラーケア楽園開幕を発動するぜ。コストどうしようかな。これブルーアイズっていいか、ディープオブブルーアイズで一番使えねえな。ディープオブブルーアイズをコストにして墓地を送り、デッキからデスペラの時計アルベロ特殊感。これちなみにですね、こういうハンドの時は必ずエフェクトベーラーケアをしないといけないと思うので、まあ、楽園開幕をメインフェーズに打ってる方はぜひね考えを改めてください。必ずドローフェーズまたは、まあ、ドローフェーズが一番いいかな。ドローフェーズがドロール&ロックバードなんか打てなくなるんでドローフェーズの打ちにしましょう。ただチェーンをオンにするタイミングがなんか間に合わない可能性があります。はい、謎のこの話をして、で楽園融合を発動。楽園融合の効果により、デッキより光属性モンスターを墓地に送り、そしてアルバスの楽園を墓地に送り融合召喚を行う。うわぶっ壊れデッキ融合。これが新規楽園流アルビオンのパワー。新規というか、まあ新規はあれか、楽園融合か。そして楽園流アルビオンの効果を発動。楽園流アルビオンの効果により、まあ一旦これはミラちゃん出しますか。これちなみにね、ミラジェイド君のね効果ねバグってるらしいですよ今。知ってます。まあ、これちょっと動画に出してるとは思うんだけど、もうすでになんか選んで除外してる効果あるじゃんモンスターを。あれなんかエンドフェーズだとなんかね発動できるらしい。どんな状況でも効果を発動できないっていう状況でもなんか貫通して発動してなんか相手除外できたりするらしいよ。やばいですよね。それでデッキから特殊のブルーアイズちょっといいか。ちょっとブルーアイズ落ちてないんで若干弱いですけど、まあこうしましょう。うわかっけー出た。見てこれ召喚ムービーあるんですよ。そう嫁ジェット機ね召喚ムービーあるんですよ。これミラージェイド使うときはぜひね皆さんね注意していただきたい。そしてなんかフワンダリーズエンペンとかがなんかそのいるときとかでもなんか普通に効果エンドフェーズに発動できたりするらしいんで、単純にやべえ。だからエンドフェーズ赤の楽園とかでミラージェイドを出すとなんかエンペン普通に除外できるっていうね攻撃表示とかでもう。さあ DD はなかなかこれここ止めた方がいいのでも。これ幼女ぶん投げだろこれ。わかんないんだよな。でも何持ってるかによるんだよね。なんか DD ってなんかここを絶対に止めないといけないんだよな。あ普通に無理だったわまあでもジェットに打たれなかったからまだ良しとするか。ジェット君に、まあ、ミラジード君でどこを除外するかだな。あとは普通にね青眼って今まではねなかなかその手が揃わないと妨害用意しづらかったりするにしたんですけど、ハリファイバーできないとかねあったんですけども、まあ、一応ね普通にミラジードを出して次のターンのまた後続も用意できるんで普通に強いです。はい、ミラジードは次のミラジードを用意できるからね。チーズあいつはめんどくさいかもしんないな。これ墓地送られるとなんか契約書持ってこられるんですよね。マシーンとか持ってこられたら嫌なのでここで除外していきましょう。これでいいと思うわ。これでシーザー除外して、まあ、手口はもう効果使ってるから、まあ、これでもうあと僕はもう妨害がないので、まあ、ちなみにアルビオンが墓地送られてるんで一応、エンドフェーズに次の楽園をサーチすることができるから、はい、もうあとはもうご自由にどうぞ。これ冷静に考えたら海馬 VS 赤馬だったわ。熱いなアーク5版の海馬 VS DM 海馬だからなこれ実質なって言ってるったらやばい動きしてんだ。デスマキナ、デスマキナは言うてフィールドのモンスターパクるでしょこれ。大丈夫だ。ミラジェイドの破壊効果は通る。そしてアビスダグナルここで墓地から蘇ってくるグリフォンで、グリフォンが墓地から蘇ると確か DD カードをなんかサーチできるみたいな効果あった気がするな。ちなみに今ジェットの効果でね一応ねジェット以外のモンスターは効果では破壊できないよっていうね、体制があるんですけど、その他は何もありません。はい、さあどうする。これでテムテムからのネクロからのエグゼクティブね。なるほどね、エグゼクティブ。いや普通にやっぱ一妨害程度では止まんないんでねなかなか厳しいですよね。はい、で針破壊されるで、一応ミラージェット破壊してくれると全部が入るよ。エンドフェーズ、あ破壊してくれる、なるほど。ミラージェイドの効果発動。チェン、ああこれあれか、アルベルチェンできるな。ミラージェイドの効果、さらにアルベルの効果を発動。これで墓地効果を無効にするみたいなモンスターもいねえけど今。ちょっと君ちょっと一回黙ろうか。黙るか。エグゼクティブってさ、これ自分のターンだけだよね無効にできるの。そうだよね。だからこれは別にどうでもよくて、ってことは基本的にこっちを無効にした方がいいね。デスマキナを無効にし、自身を特殊召喚しながら、ミラージェイドの全部爆効果がエンドフェーズに、発動できると。
素晴らしい、いいぞ来い、アルベル来た、ミラージェイドの効果で全部入る。さあどうする、ミラージェイド君の効果も発動してしまったため、無効にすることはもうできないぜ。破壊耐性を与えるしかないんじゃないか、フィード上のモンスターに。デスマキラ君でジェット、おお、そっちか、なるほど、ジェットは巻き込まれない。ジェット君はちなみに一応あのバランス効果 ないけどね、今ブルーアイズいねえから。フィールドか墓地に、フィールドか墓地にブルーアイズがいないとね、ジェット君の効果有効じゃないのであんまり関係ないんですよ今。はい、まあだからね、ブルーアイズを墓地に送るカードいっぱい入ってるんで一応。エンドフェイズ、オッケー、墓地のアルビオンの効果を発動。アルビオンの効果により自分のデッキから、楽園マジックトラップカードをセットするか手札に加えるという効果を持っている。もちろん楽園融合を手札に加えるぜ、これが強いんだぜ。そしてお前のフィールドのモンスター全て破壊される、つえあ、これちなみに破壊された時の効果にチェーンしてジェット出てくるとかありますよ。これメラジェイドで全部パして、ジェットジェットが復活っていうことも結構あります。で今ゼーガンが いない、なるほど。ではですね、とりあえずこれどっから行ったらいいのかな。アレベル召喚か、アレベル召喚だな。またあれだな、これミラージェイド出していきゃいいわこれが新聖眼ですよ。聖眼の力を使わなくても楽園融合でゴリ押せば勝てる。これはさすがにアルバスを戻しに行きたいんで、ルベリオンですかね。楽園融合の効果を発動するぜ。楽園融合の効果により、ですね、あ、ちなみにこれ一応テクニックなんですけど、カオスマックスをちなみにルベリオンのコストで墓地に送って、で太鼓で回収っていう動きも一応できます。一応なこれでいいわ。でルベリオン敵、特殊召喚でルベリオン効果発動で、ルベリオン効果、これ楽に押しなきゃいけないのか、めんどくせえな。これさっきのあれだ、あれだな、あれでよかったな、デッキの中のなんかカオスマックスがでよかったな。でここですね。で戻したいので、アルビオンとアルバス君をデッキで戻すことにより、またミラジードが爆誕していく。はい、絶望絶望の危険竜ミラジード2体目、うおー、つえー、いや素晴らしいな。やっぱ聖眼ってさ、ちょ出すタイミング遅いじゃん、エンドフェイズだから。でさ、このさ、楽園融合終わると攻めに行けんだよ、すぐに。素晴らしくないですか、楽園融合って神カードやな。くたばれ、うん、楽園融合に魂を売った男、令和の海馬セット爆弾。もうちょっとなんか聖眼の、あ、これはなんかいけそうじゃね、これは割といけそうな気すんな。ちょ、さっきからさ、楽園融合を打って勝ってる試合多すぎて、もうちょっとなんか聖眼の動き見してんだよな。ハンド、これむずくね、これハンド何キロ、金の6つ、楽園融合ワンチャンこれ通んなった時のために楽園融合を取っときたいみたいなとこもあるもんで、ね、これ増字かならどっちかな、これどうしよう。いやでも聖眼墓地に遅れると考えてこうかもしれんな。いやさすがに増字ぐらいはもっと人が強いか。こうしてこれもし最悪ワンチャン無効にされても、でもこれ多分さ、裏だったら投げるよね、だよね、裏だったら投げんだよここに絶対、多分あいつらだってハンド一番切ってるもん、認知効果してるから今ここで。ってことは楽園融合が通るこれが楽園融合の正しい通し方です。はい、また楽園融合します。圧倒的に楽園融合していく。うららを目覚めです踏んでさ、楽園融合するの強くないうららをなんか、うららを謎に踏んでからこのアルビオン出してミラージェードする強くねえか、これ目覚めで。でアルビオンの効果を発動するぜ。アルビオンの効果によって、ミラジェイドくんかな、こちらにドラゴンスタペリアも出せるし、なんだっけ、タイラントも出せるんですけどね、聖眼を送っていればね、墓地に。でミラジェイドパイセン出していく。そしてエンドフェイズ、太鼓の白石の効果、まあ、やっぱデスピアとかとちょっと違って、ね、妨害をたくさん用意することはできないけど、やっぱブルーアイズの動きをこれ準備できるってのは素晴らしいですね。で太鼓の白石効果で迷うんだけどな、これな、ディープオブブルーアイズを出しに行くか、まあ、または普通にその、ジェット出しに行くかみたいなとこあるんだけど、まあ、選択肢にやっぱロイヤルを見せつけたいっていうことよ。かっこいい、美しい、美しい、なんという美しいモンスター。
これロイヤルかっこよくない？ブルーアイズジェットってすげえ出てくるんだよね、よくデッキから。テラフォーミングは別にいいや。だからさ、このジェットとかこういうなんかその盤面に残るようなモンスターがロイヤルだとめちゃくちゃやっぱアドがでかいというかね。うん、フワンダリーズと謎の地図とかいうカード発動されていく。増殖するうちに腐った一気に。ゾウジー腐った、完璧腐った。ミッチーはやばい、ミッチーはやばいわ。ミッチー一体リリースして召喚されるから結界ぞ。ダニーそんなに困んねえか。でも結界ぞ今は、今はそんなに困らん。ミラジードリリースされるのだけ本当にめん、あ、リリースったら効果か。ってことは相手の盤面ぶっぱできるな。これ言うて破壊耐性ないやろあのデッキで。イグルン効果で、イグルン効果でロビーナ除外してイグルン召喚が OK だろ。はい、でイグルン効果、ロビーナ効果でイグルンのサーチ効果を通していきたいね。いいでしょう、いいでしょう。ここでまあ、ここはシンプルにこれミラジェットで除外してさ、もうあとあれでしょ、なんだっけ、謎の地図で召喚してきてイグルン効果で召喚してロビーナ出てくる。いや、ここあれじゃないの、ロビーナを裏で止めたらいいんじゃん。どっちだろうなこれ。結界像の方がめんどくせえか。結界像の方がめんどくせえな。次のターンの楽園融合を通んないとちょっと厳しいので、これこっち除外して、で、ロビーナ効果で召喚されるでしょ。ロビーナサーチ入れる裏らでいいんじゃん。これ召喚源もう割いたのあれな。結界像に。謎に。結界像を謎に割いてくれたからこれワンチャンある。全然いける。まあ、どっかで裏ら食らってたけど相手。はい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 。で、ライザーを手札に加えていく。で、ライザーを召喚しに行こうとしてくるが、デッキバウンスは強いですからね。まあ、ここを裏で止めたらこれ止まるだろ、これ。これは止まるはずや。結界像出さなきゃいけたんじゃねえ、相手。結界像とかいう、きしょいモンスター出したから、召喚権余ってないのでは？謎の地図？これ、ドローですね。これはドローする方の効果。いいでしょう。はい。問題はない。増殖する G は腐ったが問題はない。なんか死んねえけど耐えてる。 OK、 俺のターンで。これでアルビオンの効果、そう、アルビオンの効果により、もちろん楽園融合を手札に加えることができるぜ。これが後続確保の能力だぜ。まあ、一応ちなみにエンペン出されたりとかライザー出されても、楽園融合だけは通るんで次のターンで、ね、はい。でエンペン出されても守備表示でモンスター出せば一応除外はできるから。墓穴来た、なるほど、いらない。こういうカードが全部腐るの意味わかんないですよね、このデッキ。このさ、外調デッキもやってることやばいだろ、そこそこ。ちなみに効果では破壊されないっていうジェットドラゴンの効果は一応あるが、あんまり意味ないか、でも、それ。どうしようかな、普通に楽園融合打てばいいか。楽園融合打って、まあ、裏々ってやっても破壊になるし。楽園融合発動、はい、通る。光属性を墓地に送って、ていくスタイルだと、光を送ってしまうと、除外した時になってアルバスがいなくなって、こう3枚目の楽園融合打てないから、まずここと、これで融合して、あ、でも一応もう殴ったら勝ちか、これ殴ったら勝ちだったらもういいか、これで、アルビオン融合召喚、殴ったら勝ちだったわ。なのからアルビオン効果さ発動するだろ。で、あ、無限応用ね、なるほど。それさっきのターンに打っといてから展開した方が良かったのでは、問題ないですか、ね、あれ打ってるよね別に、なんかこのタイミングかみたいなのがあるけど、では、まあ、一応これで攻撃表示に変更しバトルフェーズに入っていくスタイルか。バトルだ、ユキアルビオン、さあ、あのクソ外長を蹴散らせ、うわっと。そして、ジェットでアタック。ジェットの効果は特に発動する必要性はないな。このなんかエンペンとかいうモンスター、やっぱこういうモンスターさえも処理できるのクソきしょいな。でこれでバチコーンと打っていく。 OK、 あと残りライフは900、メイン2。ハッカーとかいうどうでもいいかも、一応セットするか。マジで意味ねえけど、マジで見えな。これあれだな、あの白きレイリーやっぱ欲しくなるときあるな、どうしても。まあいいや。でホワイトオブエンシェントの効果を発動するぜ。デッキからディープオブブルーアイズを特殊召喚し、ディープオブブルーアイズの効果を発動するぜ。
ディープオブブルーアイズはフィールドまたは墓地にブルーアイズが存在する場合、デッキから融合または儀式魔法を手札に加え、そしてエンドフェイズ、デッキからレベル8以上のドラゴン族モンスター相対を手札に加えることができる。さあこれにより俺ら次のターンに貴様に史上最強のモンスターを見せつけてやる。ブルーアイズカオスマックスドラゴンをサーチ。さあかかってこい会長。ちなみに普通にエンペンとか言われてる、言われるときついですけどねこれエンペンって言われて普通にきついですが、まあ、言うて全員 OK 外長駆除大成功。あ悪くないじゃんこれなかなか。いやーこれなんかあの構築結構むずくて、なんか多分なんか動画にしてるときなんかそのなんかいろいろなんか出たり見たりするカードあるかもしれないけど、よろしくね。ジェットがなんか2枚だったら3枚だったら1枚だったり、なんかあの独裁者3枚だったら2枚だったら1枚だったりいろいろしてるから、はい。デストルド、なるほど。デストルドスモールワールドで何をこれはあれですか、デストルド未成の除外でオクトロス、へえやばい、なんか全然知らねえ動き来たな。オクトロス召喚マジマジ緊急テレポート、なるほど。オクちゃん召喚して金テレでニャンニャン、なるほど。電脳、もう電脳にしてはなんか意味不明なカードいっぱい入ってるな。でオクトロスとニャンニャンで、あケルベーニー、まあそこまではあれだな、はいはい。様式日でオクトロス効果でレベル8だっけ、レベルがなんか8のなんか悪魔族を手札に加えるみたいな効果あったですよね。でグラバースニッチでデッキから彼岸を特殊していく、はい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 、いいでしょう。これであれオクトロスの効果発動した、こいつオクトロスの効果を発動しなくていいのかい、まあ、持ってんのかな。アーティファクトダグザ、なるほど。わざわざでもこれオクトロスサーチしてっから絶対なんかあれなんだよね、何らかの赤魔族レベル8モンスター持ってんだよね。ラバゴかな、トーチゴーレム いないから、ラバゴ、ラバコか、まあ、オカル、だからダークオカルティズムだと持ってこれる系のモンスターでしょ。アナコンダ、なるほど。なんかマジで知らねえ動きしてんな。ベルテアナコンダからの、なこれ、あノーレラス、あやばい、あ召喚条件、そんな召喚条件あったな、これなんかやばいこと書いてますねフィールドのカード全部っぱして、なんか1枚ドローするって書いてますね、手札とフィールドを。これやばいですね、デスベニー、なるほどなるほど、デスベニー効果、あなるほど自分は破壊して逃げるってことですか、なるほどですね。でこれで前半です、ですかうわー太鼓こういう時に引いてないんだよな、太鼓の白石引いたらワンチャンだけどな、これチャンあるんだが、うわーキモいモンスター来た、ここで正解引く、ここで正解はないわ社長。ブルーアイズ吸い付いてくる時点では割とセンスあるかもしれないね、俺ないか。